写真。写ってるのは誰だ。これは手がかりになるかもしれない。これは何か手がかりになるものはないか。どこかに手がかりはないかな。これは他に手がかりはないかな。何か手がかりになるものはないか。他のところを探そう。他のところを探す。他のところ。他のところを探す。これは人の名前、何かの名簿か。ゴロツキが落としていったのか。手がかりになりそうだ。見つけたものを村の人に見せてみよう。何かわかるかもしれない。これはさ、預かっておこう。これは何だろう。雑誌か。特に関係ないか。この絵は墨で描かれている。うまそうだな。
これは。どうも。いいとこで会ったね。ちょっと付き合いなよ。今はちょっと。ちょっといいかな。何の用だ。これなんだけど。いい年しておもちゃか。悪いが俺は興味ない。見覚えはないか。知らないな。そうか。ちょっといいかな。何の用だ。これなんだけど。エンさん、ジョさん、シュウさん、みんな石掘り師じゃないか。石掘り師。ああ、石掘り師の名簿らしいな。どうしてお前がこんなものを。ああ、ちょっとな。何。わかった、ありがとう。これは石掘り師の名簿だ。シェファシェファ、ジョさんの家が誰かに荒らされていた。ジョさん、石堀市のジョさん。そうらしい。父と一緒に仕事をしていた人、とても腕がいいって父が褒めていた。そうだったのか。それでジョさんは無事なの。いや、姿が見えないんだ。ジョさんまで。そこでこれを見つけた。これは父とジョさん。それにこんなのもあった。父の名前がある。それにジョさん、シュウさんの名も。みんなこの村の石掘り師よ。みんな石掘り師。ジョさんの家を襲ったのはどうやらゴロツキらしいんだ。村の子供たちがジョさんの家にゴロツキが入っていくのを見たらしい。ゴロツキがジョさんを。じゃあこれは。きっとゴロツキが落としていったんだ。赤い線が引いてある。ああ、もしかしてこの線はゴロツキが襲った石掘り師に印をつけたのかも。何。やっぱり父はゴロツキに。
まだそうと決まったわけじゃない。どこかに隠れたのかもしれない。他の石織師の人に話を聞いてみるよ。うん。あいつらの狙いは何なんだ。私は動物たちの世話があるから先に家へ帰ってる。ああ、あの名簿のことは俺に任せろ。うん。いや。お兄ちゃん、ちょっといいかな。どうしたのお兄ちゃん。この近くに石掘り師はいないかな。石を掘って器や置物を作る人だけど。りんちゃんのお父さんがいるよ。大きな石のお皿を作ってくれたんだ。しゅうさんか。りんちゃん家はあそこだよ。そうか、ありがとう。シュウさん。ん？聞きたいことが。これなんですが。なんだこれは。石掘り師の名前ばかり。ジョさんの家で見つけたんです。なぜ君がこれを。ジョさんの家が荒らされていました。なんだって。それでジョさんは。姿が見えません。エンさんにジョさんまで。ん？何か。この赤い線、エンさん、ジョさん、それに私の名に引いてある。この線を引いてないのは。まだ襲われていない石掘り師。次は火山が危ない。火山の家はパンダ市場だ。行ってみます。ちょっといいかな。なに？パンダ市場へ行きたいんだ。リン、パンダちゃん大好き。ぬいぐるみ持ってるよ。そうか。パンダ市場へ行くには。知らないよ。そうか。すいません。何かしら。パンダ市場はどっちですか。あら、お買い物？ついでにお願いできる？いや、俺は母さんの家を探してるんです。誰それ。まあいいけど。パンダ市場はかぼちゃ畑の先よ。わかりました、ありがとうございます。あんたは寮だったね。どうも。シェンファーは一緒じゃないようだね。わかるんですか。ああ、わかる、わかる。おや、あなたは。え？ああ、村で噂になっている日本から来た方ですね。ええ。よかったらうちの店を見ていきませんか。はあ。うちは見ての通りの質屋ですが、買い取りの他に交換もしますよ。交換ですか。ええ、セット品を揃えて持ってきてもらえれば。
うちの技書と交換できます。そうなんですか。ええ、お客さんは強そうだ。技書には興味あるでしょ。ええ、まあ。ならぜひ交換を。そこらの店で買うよりも断然お得ですからね。技書と交換か。セット品が揃ったらいつでもお持ちください。わかりました。いらっしゃいませ。どうぞ何でもお売りください。高額買取しますよ。セットで揃っている品を交換することもできますよ。セットで揃っている品をお持ちでしたらこちらと交換しますよ。またになさいますか。交換したいものがありましたらまたいつでもどうぞ。すいません。毎度あり。母さんの家はどっちですか。この向こうだけど、ここ何日か留守みたいなの。そうですか。いや。お兄ちゃん誰？俺はリョウって言うんだ。よろしくな。ねえねえ、遊ぼう。今はちょっと。誰かいませんか。留守みたいだな。また来よう。すいません。はい。あの。あら、初めて見るお客さんね。どうも。この通り小さなお店だけど、カレンの食堂よろしくね。こちらこそよろしくお願いします。すいません。はい。あの。あなたもしかして最近村に来たシェンファちゃんのお友達？ええ、まあ。やっぱり一目見てすぐ分かったわ。クールでちょっぴりワイルドな男の子。ほんと噂通りじゃないの。そうですか。それで名前は？葉月と言います。そうじゃなくて下の名前よ。リョウです。リョウくんね、覚えとくわ。すいません。見ない顔だね。観光客かい？いや、ちょっと。この村に見るとこなんざどこもないけどね。そうですか。何しろ村一番の見どころはこの購買姉さんの店だよ。ちょっといいかな。おいしいおまんじゅうどう？母さんに会いたいんだ。母さん？暗くなるまで帰ってこないよ。そうか、ありがとう。すいません。はい、いらっしゃい。安くしちゃうよ。また来てよ、お兄さん。
ちょっといいですか。いいわよ。母さんに会いたいんです。ああ、留守だったのね。母さんはだいたい7時過ぎないと帰らないよ。そうですか。あの、毎度あり。母さんに会いたいんです。まだ明るいし帰るには早いけど、ここ何日か留守みたいなの。そうですか。すみません、石堀氏の加さんはいませんか。何の用かな。少し前にゴロツキがこの村を荒らしていったと聞いたのですが。ゴロツキ。はい、二人組で、一人は頭に蜘蛛の入れ墨が。その連中ならここにも来たよ。奴らは王今日はどこだと怒鳴りながら矢探しをして、この通りだよ。宝王郷。ゴロツキは確かに宝王郷と言ったんですか。ああ。石堀氏を探しているんです。他に誰か知りませんか。なぜ石堀氏を。ゴロツキたちはこの村の石堀氏を襲っているらしいんです。それなら西水という集落に遠心という若い者がいるが、まさか遠心までがあの連中に。西水の遠心さんですね。わかりました。ああ、暗くなってきたな。シェンファの家に帰るか。シェンファ。何リョウ。石堀氏の加さんに会った。加さんもゴロツキに襲われたそうだ。え。でも加さんは無事だったよ。そう、よかった。でも家の中をめちゃめちゃに荒らされてた。どうして。奴らは宝王郷を狙ってたんだ。宝王郷をどうするのリョウ。西水に遠心という石堀氏が住んでいるらしい。遠心さん知ってるのか、シェンファ。遠心さんは父の下で修行をしていた。この家にも何度か来たことがあるの。そうか。明日遠心さんを訪ねてみよう。うん。八ヶ村は男の人は少ないんだな。え。おじいさんや小さい男の子はいるけど、大人の男をあんまり見かけない。それはみんな町へ出稼ぎに行っているから。出稼ぎ。そう、今の季節になるとみんな家族を残して町へ行ってしまうの。そうか、大変なんだな。時々帰ってこない人もいる。え。町で暮らすうちに村に帰りたくなくなる人もいるって聞いた。そうなのか。リョウ。どうした。町ってそんなにいいところなの。まあ、八ヶ村よりは便利なことも多いな。寮もやっぱり町がいい。場所じゃない気がする。場所じゃない。俺は家族とか友達とか大事な人と一緒にいられるところがいい。大事な人と一緒。そうだ。
いってらっしゃい。ああ。すいません。なんじゃ。薪割りやらせてください。おお、そりゃ助かる。おっと、そうじゃ。うん、そうじゃ。よし。うん、そうじゃ。うん、よし。うん、おっと。うん、よいぞ。ああ、うん、そうじゃ。おっと、そうじゃ。おっと、おお、よし。うん、見事じゃ。そうじゃ。ああ、おっと、よし。そうじゃ。あいや、そうじゃ。まあ、こんなもんかの。やめておきます。無理にとは言わんよ。いつでも待っとるぞ。ちょっといいかな。どうしたの、お兄ちゃん。採水へ行きたいんだ。あの坂の上の方だよ。そうか、ありがとう。ちょっといいかな。
私ですか？何でしょう？もしかして憲法家の方ですか？わかるのか？私も憲法をやってるので、なんとなく雰囲気で。八ヶ村は憲法が盛んな村なので、憲法家がたまによそから来るんです。そうか。日本の方ですか？ああ。日本の憲法を見せてもらえませんか？え？私とお手合わせを。ぜひお願いします。ああ、いい練習になりそうだ。わかった、やろう。ありがとうございました。とっても勉強になりました。またお願いできますか？ああ、よろしくお願いします。ちょっといいかな？私ですか？何でしょう？遠心さんを知らないかな？ああ、西水の人ですね。西水へ行くにはこのずっと先ですよ。そうか、ありがとう。もしかしてあんたか？日本から来たっていうのは。ええ。日本は小さい島国だが、山が急でいい渓流があるらしいじゃないか。さあ、それは。なんだよ、あんた釣りをしないのか？ええ、ちょっと。釣りがわからんやつと話すことはないな。そこをどけっつってんだろ。おう、帰ってください。息子はこの家にはいません。いいからどけ。お前たち何をしてるんだ？ああ、なんだてめえは。お前らがジョさんの家を襲ったゴロツキか？何者だお前。お前たちこそ何者だ？何の目的でこの村を荒らしている？お前には関係ねえ。おい、おう、このガキやっちまえ。
るか。